いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今日は10月14日より運転を開始した 8000系 8000F、 昨年までクラシック装飾を行っていましたが、今回はメモリアル8000として生まれ変わりました。そんな 8000F を見に大阪梅田へやってきました。到着を前に神戸線のコーペンちゃん号がやってきました。コーペンちゃん号の到着の10分後、8000F はやってきました。真ん中にはメモリアル8000のヘッドマークが取り付けられています。特別な塗装の列車が並ぶのはなかなか実現しませんが、この日はラッキーでした。今回はメモリアル仕様になった 8000F を大阪梅田駅で見てきました。今後も楽しい鉄道動画を撮影更新してまいります。いいなぁと思っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いいたします。チャンネル登録が私の原動力で大変励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。